おしゃれに簡単ニューアイテムを使ったクイックメイクアップ。全12色というカラーバリエーションの多さが肌に似合う色が必ず見つかるファンデーション。メイクに合わせて肌トーンを選べるのも優れもの。2プッシュブラシになじませて内側から外側へと顔の全体に塗っていきます。ブラシを使ってしっかりとなじませることでツヤ感とフィット感をアップして余計なファンデーションも取れるのでパウダーいらず。素肌感を活かしながらシェイプ感を持たせたいのでいつもよりはワントーン暗めの色をチョイス。グレージュとゴールドの2色からなるアイシャドウペンシル。塗ることでグラデーションを作れるクイックアイテム。目頭から徐々にしっかりとのせていくのがおすすめ。ブラウンカラーをきれいに出すためにベースのファンデーションを塗るのはマスト。塗り残した部分はペンシルを立たせてプラスさせるとしっかりと隙間なく埋めれます。4つのボールからなるブラシが短いまつげをしっかりとキャッチしてくれるツヤっぽいマスカラ。ビューラーをして根元からしっかりとまつげを上げて塗った後に1回マスカラを乾かしてからブラシを縦に使ってまつげの先が立つように束感を出して塗っていきます。ナチュラルメイクはまつげをしっかり上げるのが素敵。大本命の NARS の新色メタリックのおしゃれなベージュのオイルリップ。塗って可愛さがアップするメタルアイテムはぜひ体感してほしい。付属のチップで塗るとフィルムをかけたようなメタリックな質感に。クイックメイクのポイントはリップ選び。雰囲気が変わるので今っぽいおしゃれカラーを選ぶのが一番のポイント。